では三時になりましたのでこの時間のトークイベント協力する心に迫る人チンパンジーボノボ,ボ,ボの比較からを行います本日は日本科学未来館にお越しいただきありがとうございますご会場にいらっしゃる皆様それからユーストリーム中継をご覧の皆様このイベントにご参加いただきありがとうございます本日のイベントのファシリテーターを務めます当館科学コミュニケーターの岩崎朱音と申しますどうぞ一時間よろしくお願いいたします それでは失礼してて座らせていただきますイベント本編に入る前に皆様に一つご紹介させてください。閉館5階にあります僕とみんなとそして君と君いう常設展示が一昨年の12月にオープンしたんですけれどもオープン1周年を迎えましたちなみに本日会場にいらっしゃるお客様の中ですでにこの展示をご覧になったという方はどれぐらいいらっしゃいますか えーとかなりり寂しい感じの手の手上がり具合ですねこのお話を聞いた後で言っていただくとより内容を理解できると思いますのでぜひ会場にいらっしゃる皆さんはイベントの後で5階の常設の展示の方にも足を運ばれてみてください。この展示では人間を生き物としての人と見たときにどのような性質を持っているのかというのを人との関わりに注目して絵本仕立てで紹介しています。 私たち人間はどのような性質を持っていて他者と関わり社会を作っているのかというのをさまざまな研究分野から明らかにしている展示なんですそしてこの展示の研究協力をいただいたお一人として本日は講師の山本先生をお招きしていますそれでは改めまして先生をご紹介いたします神戸大学国際文化学研究科准教授でいらっしゃる山本信也先生です 先生自己紹介を簡単にお願いいたします。はい、えー、今日はよろしくお願いいたします。山本信也です。えっとまあ自己紹介簡単にですけれども、僕はあの奈良で生まれて都、えっと、大学京都大学にいたんですけれども、大学の卒業研究でえっと日本ザルを研究、嵐山の日本ザルっていうのを研究してました。まあそこから霊長類の研究に入ったんですけれども、その後大学院で、えー、チンパンジー。 をあと野生と実験室で研究するということで、まあ、ギニアに行ったりとかあと犬山にある霊長類研究所のチンパンジーを対象にして研究してきましたその後はまあチンパンジーを追っていろいろと点々と,てんてんとあの岡山に行ったり、えー、熊本に熊本にサンクチュアリーというところがあるんですけれどもあのチンパンジーが今59頭いて、えー、最近ボノボも入ってきたところですに行ったりとかしててでこの昨年の10月に神戸に移ってきたところです今日はよろしくお願いします 先生ありがとうございました皆様拍手でお迎えください <laughs> それでは本日のテーマをご紹介します本日のテーマは協力する心とタイトルにありました 人間を生き物としての人こちらにカタカナで人とありますが生き物としての人と見るとき私たちは協力する生き物であるというふうに言うことができます私たち人間社会はあるときには助けまたあるときには助けられこのような助け合い協力というものに支えられている社会ですでは私たちはどうして協力をするのでしょうかそのような協力する心というのはどのようにしてどうやって備わったのでしょうか 今日はそんなところに迫っていきたいと思います本日のイベントの流れをここでご紹介しますまずはじめに山本先生からご自身の研究も含め心の研究とはどのようなものかどうやって行うのかというのをご紹介いただきますそれからいよいよ貴重な観察結果や実験データから協力というのを見たときにどんなことが言えるのかというのを詳しく見ていきます注目するのは3つの視点から見ていきたいんですけれども 1>, 1つ目が野生、痩せフィールドで見られる協力にどのようなものがあるのかということ2つ目は実験チンパンジーで実験を行うんですけれどもこの道具渡しの実験から欲求を理解した手助けというのを見るとどんなことが言えるのか3つ目は少し言葉が難しいですが利他的コイン投入という実験を通して語形的な協力を見たときにどんなことが言えるのかこの3つを見ていきます。そそして最後に、れらの、 研究から明らかになった人の協力する心の特性を踏まえた上で、これから未来の協力社会をどのように考えていったらいいのかというのを皆様と一緒に考えていく時間にしたいです。それでは先生いよいよ研究のご紹介からお願いいたします。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、とタイトル「協力する心に迫る」ということで、えっ、ー、と人とチンパンジーとボノボの比較を、えー、とこれまで中心にあの比較して研究してきました。 あのまあ、ここで心というのがあのなかなかまず難しいかなと思うんですけれどもあの広く捉えていただいて、えー、皆さん、まあ、私たちがどのようにまあ世界外界を認識するのかというふうに大きく捉えていただければなと思います例えばその外界のものに対してそれがどういう色をしてて形をしているのかっていうレベルから、まあ、それをどういうふうにまあ記憶してで行動する上でどういうふうに判断していくのかそういったものも全部心理学の あの対象とするものになってきますでえっ、ー、と近年非常にその中で心理学の中で注目されているあの心の働きとして社会のの中で発揮される心の働き、まあ、簡単に言うとあの私たちがその社会他の人たちとか他の他者とかをどういうふうに認識してでどういうふうに関わりを持って、えー、生活をしているのかそういった辺たりで発揮される知性 心の働きというものに非常に最近、えー、注目されてきています僕もそれに関して、えー、とチンパンチとボノボを比較を通して人とはどういうものなのか人の心がそういった社会でどういうふうに発揮されているのかその人の本質というものを探っていきたいなというふうに考えてきましたでそこで注目した行動がこの協力行動っていうやつです、あのーまあ、最近は今日も紹介するように人以外の動物でも協力するってことは知られてるんですけれども結構その協力行動っていうと 人人が得意的にににしか持っっててていないいいななものだという,ふうに長い間考えられききた行動になってきます例えばその誰かを助けてあげる自分には何の利益もないのに相手の利益になるように振る舞ってあげるこれはまあ利他行動って呼ぶんですけれどもそういった行動とかお互いに助け合うそれは互形成って呼んでるんですけれどもお互いに助け合うっていったことをすることによって人っていうのは今の文明を いいててて反映しききたたんんだとううふうに考えられれですけれども、まあ、それが進化的にどういった起源を持っているのか特にまあ心のメカニズムの方からその起源を探るそういうアプローチをしてきたのでそれのまあ一つの,あの一端を紹介させていただければなというふうに考えています、えっと、ちなみに左がチンパンジーで右はボノボです 僕があの,一つの,僕,の,あの僕のといいうわけけでではないんですけども特徴としてチンパンジーとボノボを実験室と野生の両方ともで見るというのがあの僕のスタンスでやっていますあの。野生のチンパンジーはギニア共和国のボストウ村というところで、えー、野生のボノボに関しては今後民主共和国のワンバ村というところで研究しています。 であの実験に関しては、えー、チンパンジーに関しては京都大学の霊長類研究所、愛知県の新山にある霊長類研究所と、えー、今、熊本の宇都市、宇城市っていうところにある熊本サンクチュアリーで、えー、研究しています。この熊本サンクチュアリーに、えー、皆さん見られた方もおられるかと思います、先月に、11月末ですね、11月末に、えー、日本で初めて研究用にボノボが、えー、導入されました。 まあ、あの今ちょうどだから初めて日本であのこの 2×2 の体制っていうのが整っていたんですけどもそれをまあ研究の軌道に乗せてこれからいろいろと調べていきたいなというふうに考えていますでまず今日はあのこのフィールドの方野生の方からえ紹介していこうかなと思っています、はい、まずえっと簡単にボノボとチンパンジーがどういうふうな種なのかっていうのをおさ,さらいというかあの紹介しておこうと思いますあのこれ霊長類全体のの進化の 系統樹と言われているやつなんですけれども見ていただいたら分かるようにボノボもチンパンジーも同じくあの等しく人に最も近い種になっています、えー、と身近にいるニホンザルっていうのがこの旧世界ザルっていうところちょっと離れたところにいますよねあのだから進化的にはチンパンジーっていうのは日本ザルよりもむしろ人に近い種になってきていますで僕たちが、えー、と研究する上で非常に大事なポイントとなっているのはこの共通祖先というものを注目しています 人とチンパンジー、ボノボっていうのは大体700万年ほど前にまではずっと共通祖先という一種の種だったというふうに言われていますその後分岐することによってそれぞれ今チンパンジー、ボノボ人がいるとつまりこの初共通祖先からそれぞれ進化してきたわけであって、まあ、チンパンジーから人が進化したわけではないというところをまあ皆さんあの覚えてい,ていただければなと思いますで、えっと、まあこれまであのちょっと前までは この系統樹をもとにウンタンカと人化という分け方がされてきましたあのー、なのまあこれは人が特別だろうというまあ考え方がまおともになっていると思いますでもこれってちょっとおかしいんですよねこの系統樹ちょっと今から変えてみます、あのー、意味全く変わりませんこういうふうに書いてもこの系統樹っていうのは全く正しさを失っていませんむしろこっちの方がすっきりしたかなと思います これ見ると人っていうのは別に頂点にいる必要がないんですね。今はまあこういった科学的なあの理解をもとにして、えー、チンパンジーボノボ、ヒトゴリラをラウンタンを合わせてヒトというふうに分類されています。なのでまあこの進化の隣人といわれる、えー、人に最も近いチンパンジーボノボを比較することで、まあ、人がどういうふうに進化を歩んできたのかつまりは人がどういうふうに進化の過程で形作られてきたのか人,をほしあの人の本質というものを知る。 手がかりになるではないいかというふうに考えていますであのこのボノボとチンパンジーなんですけどもこれまた後でちょっと触れようと思うんですけれどもここではあの一番上のところに書いてあるのは基本的にその進化的には非常に人とチンパンジーボノボと非常に近い一種であるとでも実はこのボノボとチンパンジー結構いろんな面で違うっていうことが知られてきています。 なので、まあ、ボノボとチンパンジーがほとんど一緒だったら、まあ、話は簡単なんですけれどもこういった2種で違うことによってどういうことになっていくのかというのをまたちょっと後にも簡単に触れようかなと思っていますはい、えー、そしてあのまずは野生で実際のフィールドワークでどういう研究をしているのかというところで、えー、そこで見られる協力行動の例をいくつか紹介させていただきます、うん えとこれはちょっと研究には関係ないんですけれども、これまで僕が、えーとまあ、旅行が大好きなものであの、学生時代のバックパッカーの時も含めると、いろんな国、大体30か国ぐらい行ってきたんですけれども、えーとまあ、それの最後に行き着いているところがこのアフリカになってきます。一番左端のところですけれども、まあ今後民主共和国と、えー、左端のギニアというところで研究しています。そうですね こ、はいえー、ここですね、えー、この2つで、えー、研究しています。まあ、あのボノボっていうのが野生で住んでいるのがあのコンゴ民主共和国にしか住んでいません。このコンゴ盆地、えー、コンゴ川がコンゴ民主国に流れているんですけども、そこの南側にしか、えー、住んでいない、非常に貴重なあの数が少ない種になっています。であのーまあ、ここまで行くのがなかなか大変なところで、特にこの。 今後,に行くのが今後のワンバに行くの大変なんですけれども、これ、何か分かりますでしょうかこれ、言っちゃいますけれどもあの、飛行機で入っていくんですね、あのセスナ機をチャーターしないとなかなか入っていけないところにワンバ村というのはいますあります。車で入っていけなくって、あの船で入っていくことも、川を上がっていくこともできるんですけど、それすると1週間以上軽くかかってしまうので。 えー、僕たちはチャーター機、切なきをチャーターして入っていくんですけれども、これはあの一番近くの村にある、これが滑走路になっています。ここに、えー、着陸をして、でまあ、そこに森があるすぐにあるわけではなくて、ここに着陸した後とに、えー、バイクの後ろに乗って、えー、3時間ぐらいまた、でこぼこ分市を進んでいくというところに、ワンバムラっというのがあります。 まあ僕はあの飛行機大好きなんであのすごく僕は嬉しいんですけれども、こういう、えー、これまだ大き,い方です大きい方の飛行機なんですけれども、これよりももっと小さい飛行機で、せすな機で3、4時間飛んで、さっきの空港に入っていきます。だいたい4時間,4時間ぐらいかな飛行機飛ぶんですけれども、まあ、基本的にあのコンゴの森ってのはひあのすごく広いです、あの世界で2番目に広い熱帯雨林という,ふうに言われているんですけれども、アマゾンに次いで世界でに。 広広くてて、まあ、見渡す限り、えー、と森が広がっているとなかなかまあこういう森は、えーまあ、日本ではもあれなんですけども世界中でも見られない環境です <laughs>、はいえー、とこれがあのワンバボノボを追いかけている時の様子ですあのボノボって結構この湿地帯に住んでたりもするんであのでこれまあ一番しんどい時ですいつもがいつもこんなわけではないんですけれどもあのこういう湿地帯を 動いてしまうと、もう、水にちょっと長、常に長靴で歩いてるんですね、だから、歩きながら、まあ、道を自分たちで切り開いていかないといけない、あの現地のローカルのガイドがいない、の手助けがないと、とてもじゃないと、あの調査できない場所にあります。まあ、今ボ、ノボを追いかけてるんですけど、ボノボっていうのは、まあ、この木の上をさっさと渡っていっちゃうんで、あの完全に今、見失ってるんですけれども。 なんとか追いつこうと頑張っていうところを乗り越えていくと、えー、こういうボノボたちが、えー、見つかると思います。これもさっきの写真がありましたねあの。果物を食べていてちょっと口の周りが黄色くなっています。これ何食べているかというと現地でボリンゴと言われている大きな。 パパイヤとマンゴーを合わせてにで割ったような味のする非常においしい果物で僕たちも見つけると結構食べてるんですけども森の中であの非常においしくって非常に大きな果物ですこのボノボも大好きでえよく食べてますこれとちょっとチンパンジーですチンパンジーの調査している時なんですけれどもこういう現地のガイドと一緒に森に入って基本的にずっとチンパンジーについて歩くと まあ大体1 0ートルぐらいの距離を置いてあのずっと観察するんですけれども、まあ、向こうも慣れているので何、えー、かいるなぐらいの感じで、えー、っと許容してくれています、はいえー。これがさっきあのちょっと質問にもあったようなこれがあリニア共和国のボッソで調査しているきにたまにこういうふうなあのトゲトゲの木があったりとかあの、まあ、こういうふうな結構引っかか,かって服って結構だから1か月ぐらい経つともボロボロになってしまうんですけれども。 まあこういうところで調査もしています、まあ、こういういしんどいばっかりしではないんですけれどもはいこれがチンパンジーですでこのチンパンジーなんですけれどもちょっとあのさっきのボノボが住んでるワンバーとはちょっと環境が違って、えー、本当に村の横に住んでいますあのボノボもごめんなさいちょっと言い方間違えましたボノボも村の横に住んでるんですけれども、まあ、チンパンジーの場合は実はこの 本当に村からすぐのところにチンパンジーと人が、えー、共存している環境で、共存する環境であの暮らしています。なので、僕たちも村のはずれであでフィールドエステーションを持っていて、そこから毎朝出ていくと、出てあの棒のチンパンジーなりボノボを見つけて、その後ずっと追いかけるというふうな調査の仕方をしています。 はいえー、これ、まあ、村の中で一緒に村人たちと一緒に、あのー、協力しながら研究しているので、まあ、子どもたちともいろいろと遊んだりもするんですけれどもこの真ん中の子が持っているのは幼虫みたいなあの持っているのちょっと見にくいですけども幼虫みたいな持っています。これ、あのー、別に日本のカブトムシみたいに飼っているわけではなくてどうなるこの幼虫がどうなるかというとこの左側のお皿の上に乗ってきます。あのーまあ、大事ななタンパク源なんですけれども 僕、まあ、正直あんまり好きじゃないんであんまり食べないんですけれども、まあ、これが普通に普段あのフィールドのステーションで、えー、現地の人に作ってもらって食べてるご飯になりますあのこれアヒルの肉なんですけれども鶏とかアヒルの肉は非常においしいですでどういうところに住んでるかというとこれまあ,あの フィールドステーションの、これ、ボノボの調達です、ワンバンの調達なんですけれども、これがリビングになっていて、まあ、ここでみんなと一緒にご飯食べたりとか、あの普段過ごしてますで。そこに個室が4つついてて、夜寝るときは別々のところに入って寝ているという、まあ、普段ここでずっと生活をしています。で、えっと、まあここで寝泊まりして、えっと、朝、あのこれ見てもらったら一番上、ちょっと小さいですけれども、4時50分に出発って書いてます。 大体4時半から5時の間にえキャンプを出発します、まあ、出発時間の間に大体起きるのがえ4時とか4時前に起きてえとキャンプを出発する朝ごはんを食べてからキャンプを出発するというふうになっていますこれま,あまだ4時50分に出発して4時え5時35分にベッドサイト、まあ、これだからあのボノボって毎日違うところで寝てるんですね なので毎回その夜まで追っかけてベッドを作るところを見てで次の朝、ごのぼが動き出す前にそこについておかないとごのぼを見失ってしまうのであの基本的にまあ現地のガイドの助けを借りながら常に人がどこにごのぼがいるのかっていうのを把握しておかないといっぺん見失うとまた大変なことになっちゃうのでこういう調査の仕方をしていますま。これまだ5時35分にベッドサイトついてるので早い方なんですけれども。 ちょっと遠くなると非常に時間がかかってしまいますで次の日ですねこれ、えー、4時40分に出発してるんですねサイトなんですけれども5時39分にベッドサイトに着いてますでもすでにもうボノボが出ちゃってましたなので、えー、この時はなかなかボノボを最初見つけることができなくて、えー、6時40分に、まあ、現地のガイドローすごく森のことを知ってるのでボノボの足跡を見つけてくれてで最終的に 7時8分のところでボのボがやっと見つかったと、まあ、そういうことになってきます、まああのー、すぐに見つかるときもあれば1日2日とか全く見つからないときもあるとそういうところになっていますで、えーっとまあ、どういう行動をとっているかというと、あのー、ちょっと汚すぎてわからないかと思います申し訳ないんですけれども、あのー 僕は結構記号化していくんですけれどもこの BLG って書いてるのがちょっと見えるかなと思います真ん中の方ですね真ん中の方に BLG が見えるんですけどこれあのさっき出てきた果物ボリンゴの略にしていますで、えー、っとその BLG の右下に、えー、KT で矢印 KY って書いてるんですけどこれ僕どういう意味かというとキタロウっていう項からキヨタっていう項にボリンゴが渡ったっていうことをまあ表していますこれあの 食物分配って言われてです食物が個体から個体に移ったこれがまあ僕1つ大きなトピックにしている研究なんですけれども、まあ、こういった記録を取ってるのの現場っていうのがどうなってるかというとこういうことになっていますこのチンパンジーがある1個体が大きな果物を食べていてボリンゴっていう果物を食べてるんですけれどもその果物が他の個体に渡るという場面を、えー、今観察しています これあの先ほど言った協力に非常に大きな意味を持っています。というのも、この今右側にいる大人の個体というのは自分の食べているものをある意味取り分を減らして他の個体にまあ実際与えているわけではないんですけれどもあの食べ物が渡っているということは相手の利益になっていることなのでこれも利他行動の一つというふうに捉えられています。どういう行動かというと,とグ,ラフであグラフじゃない。 えー、映像で見てもらおうと思うんですけれども <laughs>、はい、今この下の子が食べてますそれを上の子が手を伸ばして口から出してもらったのを分けてもらっていると、まあ、これを食物分配というふうに呼んでいます先,生先ほどチンパンジーとおっしゃってましたがこれはボノボです ただこの今食物分配って言ったんですけれども一つ大きな特徴として与える側が渡すってことほとんどなくってもらう側がまあもらっていくとそれを許してあげるっていうのがあのボノボの食物分配の特徴になっていますじチンパンジーとえー比較したときに面白いのがチンパンジーの結構肉を分け与えるんですけれどもで果物を分け与えるってことほとんどないんですけれどもボノボは 逆でぼあまあ肉食べること自体はあまり多くないんですけれどもボノボっていうのは非常にその果物ある意味その日常的に手に入るでみんなが別に特に協力もせずに獲得できる果物を分け合うっていうことが知られていますこの食物分配一つ見てもあのチンパンジーとボノボで結構いろいろと違いがあるんではないかと一つは今みたいに何を分け与えているのか何を分配しているのかっていうのが、えー、違っていたりとか 他あのどういう個体がどういう個体同士で分けているのかって見たときに結構、ボノボっていうのはメス同士で分けていることが多いんですね。それに対してもチンパンジーは大人のオス同士でとか大人のオスからメスに分け与えたりとかそういったも社会関係の違いっていうのは結構大きく見られたりしますでさらに言うとあのチンパンジーではほとんど考えられないんですけどボノボって非常に集団と集団の間が非常に平和的な関係を築いていて。 一緒に動いたりもすることがたまにあるんですけれどもそういった時に違う集団の個体とも分配するだから自分の集団と違う他の集団の個体とも食べ物を分け与えるとこれはまあ非常にあの珍しい行動なんですけども面白いところだなというふうに思っていますえー、っとそうですねあのいろいろとその分配行動を説明するあのモデルっていうのはいろいろあるんですけれども、まあ、その辺りでチンパンジーとボノボではもしかしたらあの 違うようよな、まあ、これが、まあえー、どういうふうなつもりでそのボノボなりチンパンジーが分け与えるというのはからないんですけどもそれを調べていくとあのもしかしたらチンパンジーとボノボではそのメカニズムって言ってるんですけどもその分配のメカニズムっていうのは違う,んじゃ違うかもしれないなというふうに今考えて、えー、ちょうど研究しているところです。 ここまでは食べ物を分け合うというところで見ていったんですがこの次にもう1つフィールドで観察されてきたものがあるんですよね、はい、そうですねはいえー、とじゃあ次なんですけれども、えー、と今これまあ実際に研究をしているところなので結果というわけではないんですけどもどういうことをやっているかというと、えー、さっきも言ったようにチンパンジーとボノボ両方とも村と隣接するところに生息しています両方とも同じ特徴があって えー、このチンパンジーのエボレモが住んでる森に村人が使う道っていうのが走っていますこれあのなのでそこを行き来するときにチンパンジーとかボノボっというのは道を渡るんですけれども、まあ、チンパンジーボノボにとっても人っていうのはある意味たった大きな動物なんで怖い動物のはずなんですよねだある意味危険な道渡りなんですねこの危険な道を渡るときに、えー、これまずチンパンジーですけれどもあの協力するっていうことが知られています あのさっさと渡っていくんじゃなくて他の個体をまったりとかあのガードのような役割をするということが知られていますその一例なんですけれども、えー、ともうすぐあの左からチンパンジーが出てきますはい今出てきましたこの最初に出てきた2頭これ大人のオスになっています、はい、見てもらったら分かると思うんですが危険なはず車とかも たまに通ったりとかする危険なはずなんですけれどもこの大人のオス最初の大人も出てきたオスはちょっと渡ってしまわないんですね振り返って他の子が出てくるのをずっと待ってますある意味ガードのような役割を見張りのような役割を果たしているのではないかというふうに考えられています今これ、えー、これは大人のオスなんですけれどもその次に出てきたのはおばあさんなんですけれども、えーまあ、ちょっとエスコートをするかのような仕草を見せたりとかして これ続いて、まあ、お年寄りの女性が、えー、2頭続いて出てきていますで一番最初に出てきたのもオスだったんですけれどもこの一番最後に出てきた子も大人のオスであることつまりその集団を一番先頭としんがりを、まあ、強い大人のオスが守るような形でこの危険な道を渡っていくということがあの分かってきました それに対して今あのこれをボノボで今ちょうど研究しているところですあのまあ集団のある意味さっき言ったようにオスとメスの関係とかそこら辺が結構ボノボとチンパンジーで違うのでそういったあたりをボノボとチンパンジーで比較することである意味その集団でどういうふうな個体感関係協力っていうものを成り立たせるのかっていうのがもしかしたら違ってくるんじゃないかなというふうに思ってえ協力行動とまあ社会あるいは進んでる環境まで含めて えー、今、実際、えー、緊急しているところですここまであのフィールドのお話をしていただいて、すごく貴重なあの動画も見せていただきながら、まあ、フィールドでの協力を見ることで、まあ、社会とか集団の在り方を見ることができて、まあ、そこから協力社会というのが今後どう あの研究されていくかというところになってくるかと思うんですけれどもでは続いて次のテーマの方に移りたいと思いいます、はい、いよいよじゃあその協力する心のメカニズムがどういうものかというのを調べるために、まあ、先生がチンパンジーで実験を行われているのでその実験についてご紹介いいいたただきたいと思います今はあの社会とか環境とその協力する辺りの環境を見てきたんですけどもうちょっと今度は協力するの心の方にちょっに踏み込んでいきたいなと思っています。 えーと皆さん、赤ちゃんが泣いているのを見るとまあなんか,なんか助け手助けしてあげたいなと思う方が多いかと思いますただ、手助けをするにしてもなぜ泣いているのかっていうのは分からないとなかなかあのうまいこと手助けすることができないですよねだからここでいうあの心というのはまあ一つの心としてその相手の心もまた理解するそれが一つあの相手の心を理解する心それを 人はどういうふうなものを持っているのかというのをチンパンジーと比較して、えー、探っていきたいなと思います。はいえー、それで僕があの京都大学のご霊長類研究所でやってた実験なんですけれども、えー、チンパンジー2個体2人に隣り合ったブースに入ってもらいます。で、えー、右のあ左の子にはジュースが手の届かないところに置かれています。で、このジュースを手に入れようと思うとステッキが必要なんですけれどもステッキは右の子に 渡されるとで右の子の方には、えー、ジュースが壁についていてストローを使ったら飲むことができるんですけれどもそのストローは左の子に渡されるとつまり自分の持っている道具は使えなくってジュースを飲むためには隣の子がに渡してもらわないとジュースが飲めないという場面になっていますこういった場面にチンパンジー2人を置くとどういうことが起こるかというと、まあ、渡してあげるということが分かりました つまりその道具を渡しても特にその自分にとっては何の利益にもならないんですけれども相手に渡してあげると、つまりこれがまあ一つは手助け行動、利他行動のえ一つの例というふうに考えられます。で特に自分に何の利益にもならなくても渡してあげるということがわかりました。でえっと何も相手が必要としていないような時にはまあこういった道具を渡すことはほとんど見られません。 で次がもう一つ大きなポイントなんですけれどもただ渡してあげるのは渡してあげるんですけれども相手が困っている状況を見たとしてもそれを澄んで道具これ使ったらどうですかっていう風に手渡すってことがほとんど見られませんチンパンジーのこういった手助け行動っていうのがほとんどの場合相手からこういう風に手を伸ばしてきて要求してくるそうすると初めて渡してあげるとそういう風なあの 要求に応じた打行動というのがチンパンジーの大きな特徴なんではないかというのがこの研究から一つ分かりましたじゃあ次に、えー、っとこの渡してあげてるチンパンジーというのは相手の心もうちょっと言うと相手が何の道具を必要としているのかそこまでちゃんと分かって道具を渡してあげてたのかどうかというのを次の研究で調べました何をやったかというとストロー、ステッキだけで,ではなくて、まあ、7つのものを 渡しててあげて相手が置かれている状況、これはストロー、相手がストローを必要としている状況とステッキが必要としている状況、どっちかなんですけれども、その状況に合わせて正しい道具を選択して渡してあげることができるかどうかというのを調べていますま。そうすると、このグラフ、結果を表しているんですけれども、相手が必要としているときの状況というのは2つあります。スステッキを必必要要とととししてていいるる相手がストローを必要としている時 それぞれあるんですけれれれどもそれぞれの場合でどの道具を最初に渡したかっていうのを調べてみました、まあ、そうすると相手がステッキを必要としている時には結構ステッキを多く渡していて相手がストローを必要としている時にはストローを多く渡すこういうふうに相手が置かれている状況に合わせて柔軟にその手助け行動ってのを変えている相手の状況に相手の欲しがっているものに合わせてうまく手助けすることが できるとということが分かりましたもうちょっと突っ込んでみていこうと思いますこれ実際の場面なんですけれども右の子にはこれ今ストローが必要な場面が置かれていますで今左の子に7つのものを渡しましたそうすると今これ右の子すぐ分かるんでどうかくれと要求してますただま左の子これ今 若い子なんでいろんなものもらってちょっとわーいって楽しくなっているところですいろんな道具使って遊んでるんですけれどもまあ、こういうふうに相手からくれくれと要求されると今ちょっと道具を探しています身の回りで探して今ストローを見つけて拾い上げて渡しましたこれ仕切りで相手がどういう状況にいるかも見えていてかつ要求があったときに今ストローを渡したということですよね,そう,すね、はい、そういうことになってきます 今見てもらったようにあのロープで遊んでたんですけれどもそこからわざわざストローを探して渡していったっていうのがわかるかなと思いますじゃあ今度相手の状況が見えなくなったらどうなるのかつまりその壁を真っ黒に塗ってしまって相手がどういう状況に置かれているのかわからない場面です同じようにこれ、えー、っとこの場面では今まだ見えてないですけれども右の奥側にいる子の方にはステッキが必要な場面が、えー、用意されています 左の方に同じように7つのものが渡されています右の子多分今ステッキがない状態でソロあのジュース取ろうと手を伸ばしてて無理だって分かってで今えっと道具を渡せるとじゃあ今え左の子がストローを渡しました違うとフォースかとそんなもんじゃないと今えと、ー 歯を渡せと言ってるんですけれども、はい、はけが渡りました使えるわけがないのでっと引き続き要求してい、まあ、最終的にこのステッキっていうのが渡ったんですけれども、まあ、なかなかこの左のこう相手が欲しがっている道具っていうのを正しく渡すことができませんでしたなので、えーとまあ、この今2つのやつがあの結果で表すとこういうことになるんですけれども相手の場面が見える時には ちゃんと相手の状況に合わせて正しい道具を選べるんですねでも相手の状況が見えなくなると正しい道具が渡せないでもここで見てもらったら分かるようにあの見えない条件でも相手から要求行動っていうのは手を伸ばすっていうことなんですけど同じように見られてるんですねでも正しい選択ができないので要求行動そのもので何かを指してるっていうわけではなさそうなんですよねだから要求する側はただ手を伸ばして何かくれ っていう形であの要求してる、まあ、何かくれっていうかそのステッキを欲しいって言ってるんですけども渡す側にとってはそれをちゃんと分からなく何かを要求してるということは分かるけれども何を要求してるのかは分からない逆に言うとこの見える条件で何を見て分かってたかっていうとだ要求行動そのものからではなくって多分相手の置かれてる状況を見て相手が何を必要としてるのかっていうのはちゃんと理解したんじゃないかというふうに考えています。 えっとこれ、ちょっと見方複雑ですけれども、この簡単に言ってしまうと、このピンク色がついてるところ見えないじ、見える条件、見えない条件、見える条件で、ピンク色がついてるところが相手の状況に合わせて、ちゃんとした正しい道具を選択して渡すことができたっていうえ答えになっています。1人だけ、アイムって子ですね、上から4番目の、アイムって子だけ、なぜか見えない条件でもちゃんと渡してたんですね、正しい道具を。 なぜかわからないんですけどもこの子だけ渡す前にちゃんと相手の場面を確認して渡していたと、まあ、賢いそうですねあの非常にモチベーションの高い子なのかわからないんですけれどもだからこの歩っていう子に関してだけはあの見えない条件で僕は作ってたんですけれども見えちゃってたということになってますだからこそまあ逆に言うとちゃんと相手の状況を見れると正しく渡すことができるということがまあそれを裏付けられたかなというふうに考えてます。 なので、えー、と要求に応じてたんですけれども、さらにはその相手が何を欲しがっているのかっていうのも、ちゃんと状況を見て理解できた、で正しく選択することができたただあれなんですねこの見える条件で、状況を見て理解できてたはずなんですね、でも自発的になかなか手助けしない、だから相手が何を欲しがっているか分からないから手助けしないんではなくって、分かっているけど、なかなか手助けし自発的に手助けしない。 逆も言えて見えない条件の場面なんですけども何を欲しがっているかようわからなくっても相手から要求されると何か物を渡すとだから相手が何を欲しがっているか欲しがっていないかの理解がポイントなんではなくてむしろこの自発性っていうところがチンパンジーと,ーンンジーと人人とチンパンジーで大きく違うんじゃないかなというふうに えー、今考えているところです人の場合だと相手の状況を見るだけで何か手助けをするということがよくあると思うんですけれどもそういった自発性が結構チンパンジーでは欠けているんではないかなというふうに考えています、はい、の自発性の違いというところが先生が今お考えになっている先生が研究されている一つのトピックということで、はい、皆さんも自分を振り返って自分は人として手助けするときに自発的に助けるかどうかというのを振り返っていただくとあ確かに自ら。 つるなっていう場面、想起されるところあるかと思うんですけれども、そういった違い、ぜひ人とチンパンジーのこの自発性の違いというところに、ぜひご注目ください、はいえー、とこの場面ではまあ一方方向、片方が手助けをして、片方が助けてもらうという側だったんですけれども、じゃあ、今度、この自発性、どういった場面に出てくるかなって考えたときに、むしろお互いに助け合えるような場面だったら、もっと自発性が出てくるんじゃないかなと思って、次の実験です。 これがまあ利他的コイン投入実験というふうに呼んでいるものなんですけれどもまお互いに助け合う互形性というものをチンパンジーに成り立つかどうかというのを調べてみましたこれどういう実験かというとあのこの霊長類研究所のチンパンジーあの自動販売機を使うことができます自動販売機ってコインを入れるとリンゴが出てくるというやつなんですけれどもこの場面ではちょっと意地悪をしていますコインを入れると隣の子にリンゴが出てくる 左の子がコインを入れると右の子にリンゴが出てくるという、まあ、そういう、えー、実験場面を組んでいますそういった場面でお互いにリンゴを入れ合ってお互いにコインを入れ合ってお互いにリンゴを食べることができるか、まあ、非常にシンプルな実験なんですけれどもそういった場面でチンパンジーがどういうことをするかっていうのを見てもらおうと思いますこれは、えー、まず母子で親子でやってます えーと親子まだ子供小さくてちょっと分けることできてないのでえーと二人ともが大人も子供も両方ともが二つのブースを行き来できるような場面です。でも左で入れると右に出てきて右で入れると左に出てくるっていう場面になってきます。え最初左側にコイン供給します。今子供が取りました。で子供が左側で入れてサッと戻ってえ右側でコインあリンゴを食べてます。 これ何回も繰り返しているところなんで母親がちょっともういいか減にしてくれという感じでちょっともう飽きちゃってます。でも次、右側でコイン入れると子供も分かっているんで右で入れると母親食べるの分かっているんで左側で何とか入れよう母親側で入れようとすするんですね母親も分かっているんで右で入れろよと私も食べたいとでも、意地でも右側で入れないんですね右側で入れると食べられたの分かるので何とかし左側で入れようと子供も頑張ります。 うん、お母さんは妨害してるわけですよね。左に入れる、はい。今うまいこと入れれたんですけれども、ではい、左でコイン入れるまではうまくいったんですけれども、はいえー、これ実際の親子です。ちょっとあの <laughs> 厳しい世界に来てます。で結局あの、まあ、最終的には子供もそれでもめげずに母親側で入れて。 右側で入れるということを繰り返して結局はまあ子供が、えー、っと独占することになったんですけれども、まあ、結局のこの,この親子でもなかなかお互いに入れ合うということがうまくいきませんでしたじゃあもうちょっと子供もがまあこういった利己的な戦略をあの見せたんでえー、っとんそうかはいえー、っと今度あのもうちょっと大人な2人だったらうまくいくかどうかっていうのを調べています ちょっとあのややこしいんですけど2つの条件でしました1つ目はあごめんなさいそうか戻りになってた今、えー、っとちょっと待ってくださいこれはいえー、っと今これ大人の,あのチンパンジーが2人入ってるんですけれども大人の場合を一気にできないようにしていますつまり入れると必ず相手が食べて相手が入れると必ず自分が食べるという場面になっています2つ条件作ってるんですけれども 一つはあの交互条件と呼んでいます。まず左の子にコインを渡すと、で左の子が入れると右のコイにリンゴが出てきて、で右の子に今度コインがいきます。で右の子がコインを入れると、左のコイにリンゴが出てきて、コインが左の子に渡されます。実験的条件としてコインが交互に供給されるという場面になっています。それに対して、えー、自由条件というのは何かというと、最初に2人ともにコインを 1> 1枚ずつ渡しますすすどっちが入れてもいいですよっていででよう場面です左の子が入れると右の方にリンゴが出てくるまでは一緒なんですけれどもこの条件では左の子にまたコインが補充されます常に両方ともが1枚ずつ持って連続で投入することもできるし役割を交代することもできるとだこういった場面でお互いにいつでもコイン投入できるんですけれども逆に言うとこの場面で互形性を成り立たせようと思ったらチンパンジー自分たち同士で コインを投入する役役割割っていいいのを役割交代させないといけなとけそういった場面になっていますこの2つの場面でやるとすごく最初の予想と全然違ってたんですけどもクリアな結果が出てきて交互にコインが落ちえできた時には交互にお互いコインを投入してましたこれはあの1つのポイントが1日20分間で何枚コインを投入したかっていうのを表していますそうすると自由条件にしてみるとすぐ分かると思うんですけれどももう3日目ぐらいにはコインを入れなくなってしまってます お互いい。にコインを入れない何をしてるのかというと早い話相手がコインを入れるのをずっとお互いに待っているとお互いにお互いがコインを入れるのを待っているので両方ともがコインを投入しないなので20分間ほとんどリンゴが食べれないんですけれどもそれでもお互いにコインを投入するというのはなかなかできないということが分かりましたなのでこの自由条件つまりは自発的に役割を交代して その相手のためになる利他行動というものを自発的に役割交代して互形成を築くというのが非常に難しいんだなということが分かりましたその場面です、えー、これ両方ともがコイン持ってます自由条件ですお互いにコインを持っててお互いいつでも入れられる場面なんですけど、ね、左の子がコイン入れましたもう一回左の子が入れて右の子がリンゴ食べてます右の子見て待ったほこがいいに相手が入れるのを見てるんですね待ってるんですねずっと 右の子もコイン持ってるんですけれども入れないかなと左の子今4枚連続でコイン投入しています右の子は食べてばっかしです今左の子5枚コイン連続で投入しました <laughs> まああの擬人的に言といいか減にしなさいよということで催促、えー、をすると右の子は今コインを拾って投入してあげると。 まあこの場合は5枚入れてくれたのを2枚しかお返ししてないんですけれどもあの2枚お返しをしていくというコードが見られました、まあ、この子たちでも結局は両方とも入れなくなっちゃうんですけれどもつまりは継続するお互いに役割を交代しながら維持するこの互形性を維持するというのは非常に難しいんだなということが分かりました でやってた子がやらない子に対して要求するという行動も見られています。それに対して、えー、っとそれに応じるということも見られています。なので、要求されると応じるということもあるんですけれども、自発的に役割を交代する、互形性をずっと築いて、えー、継続させていくというか、むしろ難しくって、この場合、やらなかった子が自発的にありがとうってやるよりも、むしろやっていた子がなんでやってくれないんだということで、自分もやらなくなってしまう。そういっった関係で性が崩れていって えー、うまいこといかない、ということが、わかりました。あのえー、っと、そうですね、あの。まずは、ここであの,、まあみたいにその。自発性っていうのは、非常に審判時で、レタコードを見たときに、難しいんだな、ということが。えー、一つ、わかるかなと思います。 でここまであの観察や実験で得られたデータをもとにどういう考察ができるのかというところからボノボとチンパンジーの協力で見た時の特性をご紹介いただいたんですがじゃあそれを踏まえた上で私たち人を見た時に私たちは協力というところでどういうと 特徴のある心を持っているのかというのをこれからお話ししていただいてでその特性を知るという性質を知るということがこれから私たちの未来社会を考える上でどのようにこの意義づけられるのかというところまで話を発展させていきたいと思います、はいえーまあ、今、えっていただいたようにあのそうです、ね、心なんですけれども、まあ、人の場合だと、まあ、何か困っている人がいるとそれに共感して自発的に手助けをしてあげたりとか。 あるいはそのや何かやってもらうとありがとうという形で、まあ、お返しをしたいとかあの結構自発性があると思うんですけれどもむしろ僕はこのさっき見たチンパンジーの要求に応じた利他行動これがまあ進化的な基盤になっているんではないかなというふうに考えていますというのも要求に応じた利他行動って、まあ、利他行動なんで少なくとも相手の利益にしかならないんですね自分の利益にはならないで要求に応じて利他行動している限り少なくとも必ず相手の役にはなると思います でも自発的なっっっててあるる意味ちょっとリスクを持っているんですよね皆さんの社会あの,普段の生活考えてもらったら分かるあの思いつくと思うんですけれどもすごくおせっかいなおあの今おばさんって言ってしまいそうになったんですけれどもあの大人の人の人でもいると思うんですけれどもおせっかいな人っても多分いると思いますそういう人ってある意味自分に得にもならないのに相手の利益になるのに相手からも感謝されないとそういった行動が人非常に見せる動物だと思います こういったところは人に独自で生まれてきたんではないかなと今僕が考えているところです。その自発的なリダコード、まあこれができることによって非常にその強固な協力社会っていうのを築くこともできるんですけれども、まあそうですね。これなぜが可能になったか一つのまあ説としては、あのその場合は一対一の関係だけじゃなくって社会社会の目 第三者の命っていうのが非常に効いてきてるんではないか、えー、と A さんが B さんに手助けをするとそれを見ていた C さんが A さんは一緒だということで何かいいことをしてあげるとかそういうふうなの間接互形成評判を介した間接互形成ていうんですけれどもこういった社会の仕組みがあることによってたとえその相手にあの喜んでもらえなくてもその利他的な人っていうのは一緒だという評判を得ることができる。 こういった関節互形性がある社会ではこういったリタあの自発的なレタ行動というのもうまいことあの進化してきたんじゃないかなというふうに考えたりもしていますただ今も言ったようにこの自発的なレタ行動というのはこのおせっかいをになってしまうこともあるとこのおせっかいというのは副産物なんですけれどもこういったおせっかいをする動物というのがまあ人の大きな特徴なんではないかなというふうに思ったりもしていますそれに対してまあチンパンパジーっていうのは ずっと共通祖先の頃からあの森で暮らしている環境で今もそんなに違わない環境で暮らしてきたではないかなとそう考えるとまあチンパンジーというのはある意味この、えー、と自発的な利他行為は特に必要じゃない環境でずっと暮らしてきて今も同じような行動を見せているのではないかなというふうに考えていますただ、えー、と今は一つのストーリーです進化のストーリーです ここで今話したのはちっとチンパンジーしか出てきませんでした。ボノボが出てきたらどうなるのかということになります。これはあの、ボノボって大体100万年、200万年ほど前にチンパンジーに分かれたって言われてるんですけれども、もし、えー、今のストーリーのように人だけが特殊だとすると、まあ、人がチンパンジーボノボとの共通祖先と分かれてからそういった性質を獲得してきたというふうに考えることもできます。でも ボノボがもし人と同じような性質をチンパンジーとは違ってボノボと人が同じような性質を見せるとしたらどういうことになるかというとこれはむしろ共通祖先にまで遡ってそういう性質を持っていて逆にチンパンジーがボノボと別れた後にもしかしたら特殊な進化をしてきたかもしれないあるいはチンパンジー的な性質がもともとあってボノボと人でそれぞれ独自に生まれてきたかもしれないそういういろんな進化のストーリーが。 考えられるし今まで考えられてきたストーリーがボノボのどういう性質を示すかによってガラッと変わっていくかもしれないそういうところがまあこのボノボ研究の面白いところですで、えー、とそれに対する答えというのはまだ出せません出してませんあの今いろいろと研究が進んでいるところですで今までの研究からもこのボノボとチンパンジー非常に近い種なんですけれども非常に大きな違いがあるというふうに言われたりもしていますここら辺を詳しくこれから見ていくことによって 今までの進化ストーリーっていうのが本当に正しかったのかどうかっていうのをちゃんと検証していくことになるかなというふうに考えています。はい、えっ、ー、と、これあの、最近、ブータンに行くことがちょっとあって、あのブータンの写真なんですけれども、ブータンって基本的に山の国なんで、田んぼというとほとんどが棚田になっています。まあ、日本の畑でもそうなんですけど、基本的にこんなものを一人で作ることなんてできません。 こういった環境で非常にその集団で協力するっていう行動を非常にあの身につけています、まあ、この集団で協力するっていう行動自体あのほとんど人以外の動物で調べられてなくて、まあ、それの一つの取、あのー、っかかりとして最初にお見せしたチンパンジーとボノボの道の渡るときの協力行動とかそういうふうなに注目しています、まあ、これに限らずなんですけれどもおそらく人っていうのは 進化の過程で熱帯雨林からサバンナに進出していっていろんな環境に適応していきましたそういった環境というのは熱帯雨林に比べると非常に過酷な環境だったと思います逆に言うとそういった環境ではあの協力がないとなかなか生きていけない環境で生きてきたんじゃないかなとか協力っていうのも、まあ、最初に起こった時点ではその道徳で起こってきたわけではなくって生きていくのに必要なものとして そういった協力行動っていうのを獲得しててきたんだろううといいううに考えていますでそういった行動が獲得していく、まあ、行動だけじゃなくって心の働き例えばその共感するとか困ってる他者を助けてあげるとか逆に助けてあげたのに助けてくれない子ども相手に対して不公平を感じるとかそういった心の部分もこの進化の過程で獲得してきたもんだろうというふうなのが僕たちの考え方です。 これもブータンの,あの写真なんですけれども、これ、ブータンの仏画です、仏教の思想を表した絵なんですけれども、これ、見てもらったら分かるんですけれども、一番ばゾウがいて、サルがいて、うさぎがいて、鳥がいるんですけれども、鳥が果物を取って、下にどんどん渡していってる、あ,ある意味、食物分配ですよね、これね、食物分配といった協力をしている図になります、絵になります。 まあこの絵を通してブータン仏教ではその他者と協力すること、まあ、職場だけ分け与えること、そういったものを重要性をと言いているんですけれども、実はこういうふうな宗教的にルールを、あの規範を持っている宗教で非常にあります。あのイスラムもそうですし、ヒンドゥーもそうですし、キエスト教もそういった食べ物を分け与えるというのは非常に重要しています。なので、こういった協力をするというのは非常に人類にとって非常に大事だったんだろう。ただこういういに ルールとしてあるいはその教えとして非常に言わないといけないということは逆にとるとむしろそれをなかなか教えたり言わないとなかなか難しいということを逆説的に表しているかもしれないなというふうに考えていますなのであの人は進化の過程でその助け合うという行動を身につけてきましたでその時の心の働きっての進化の過程で獲得していました,ただ まあ実際の今の現在社会を見てもらっても分かるようにそんな簡単に協力というのが成立するわけではないですね、まあ、その場その場に応じてそれあるいは他者にえどういった国の関係かあるいは他者との関係かそれによってまた協力行動というのが変わってきますなのでその今の現実社会というのを見,見ながらでもそこに人が本来持っている性質としてえ進化の過程で獲得した性質として本来持っている心の働き を考えるその両方とも考えて制度を設定していかないとなかなかその人間本来の心に無理な制度設計をしても心のストレスというものが非常にかかってしまいますなのでこの2つを両方とも踏まえて制度設計をしていくこれから協力社会というのを考えていく必要があるんじゃないかその時にまあ特に僕たちがやっているのは左側のアプローチですねその進化の過程で人が本来備えている心の動き働きというものを 解明していくそういうふうなに少しでもまあ貢献できればなというふうに考えていますはい、えー、とまあ最後になるんですけれども、まあ、人はまあ協力少なくともできる手だというふうに信じていますあのこれあのボッソギニア共和国のボッソのチンパンジーの生息域を衛星写真で見たやつなんですけれども見て,わかる見てもらったら分かるようにこの生息地がサバンナとか畑で分断されてる孤立してることが分かるかと思います えーとまあチンパンジー、まあ、ここに今、あのすごく数が少なくなってしまったチンパンジーが隔絶されているんですけれども、まあ、チンパンジーがいなくなってしまったら、うそういうこともわからなくなってしまうので、こういった絶滅に起因しているチンパンジーを救うという取り組みもあの研究と同時にえーと取り組んでいます。まあ、それれれが一つ緑ののの回廊とという計画でこれあのボスチチンパンンンパパジジーー群れと その奥に広がっているニンバさ山という非常に広大な森それをつなぐ試みとして緑の回廊計画というものをやっていますのでまたご興味のある方はこれあのインターネットで緑の回廊プロジェクトって入れていただけると出てくるのでご覧になっていただければなと思います。ははいえ今日は はいいありがとうございましたういまたくさんのデータをに基づいてそこからどんなが考察が導き出されるのかということでまさに皆さんには心に迫る研究の最先端にこの時間で触れていただきました実は残念ながらお時間があまりなくなってしまったのですがせっかくなのでいろいろある中でぜひ先生にお聞きしたいということがある方に質問を受け付けたいと思うんですが皆さん、いかがでしょうか。質問があるといいいいう方は挙手ををででおお願いいたししまますす今マイクを回しますのでお待ちください 協力を探るのが、まあ、そのご褒美褒美を挙げてたんですけどもこれをなんか例えばいじめるって言うんですかね相手に攻撃を超えるとそういうようなことをする場合はやめるんですかやはりえっとごめんなさいも,う一、えっと、もし何かやれば向こうへボーンと行くとかですね、はい、電気が流れるとかですねそういう痛みがあたるようなものですと、はい、そういうことをしたら悪いことだからってやめるというようなことになるんでしょうかあ、はいえっと、相手がそうですねあの チンパンジーも、あのー、さっきの心の部分でいくと共感の能力というのは非常に持っているんですねだから相手が痛いって感じてるのを人の場合だとなんかあれですねその相手が痛がってるのを見ると自分の痛みのように感じてしまうことがありますよねそういった能力はチンパンジーも持ってるんじゃないかというふうに言われていますなので、あのー、少なくとも相手が痛いっていうことを分かるっていうのは分かると思うんですけれども それでやめるかどうかっていうと人の場合も2つあると思うんですよね相手が痛いの分かってるからいじめるとか逆に痛いと思ってるからまあ助けてあげるとかどっちに触れるかなんですけれどもそこら辺がチンパンジーでどうなっていくのかっていうのはちょっとまたこれからいろいろと調べていきたいなと思っているところです。はい ありがとうございましたあの実は時間になってしまいましたので一旦ここであのイベントとしては終了いたしますがこのまままだ引き続き先生とお話になりたいという方は会場に残っていただいて質疑応答の時間にさせていただきたいと思いますそれからユーストリーム中継をご覧の皆様はここでお別れとなってしまうんですけれどもこのあとに出た会場からの質疑応答などの様子については後ほど陛下のブログでご紹介できればと思いますのでご確認ください。それから先生に 写真でも紹介している貴重なフィールドであのノートの現物を持ってきていただきましたなかなか見られないものだと思いますのでご覧になりたいということはぜひイベント終了後に手に取ってご覧くださいそれでは以上をもちましてサイエンティストトーク協力する心に迫る人チンパンジーボノボの比較からを終了いたします最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました先生もありがとうございました